まあ、伝統芸能というかチームでお前なんか1年目やチームでみんなでこう綺麗にして、まあ、であのチーム力を高めるっていうこれまあなんつうんですかね結構恒例なんですけどねのファビーまあ僕もそれに一員として加わってるんでまあ嬉しいです本当に周平とかまだ来て3ヶ月ぐらいなんで全然分かってないんで俺が教えてるんですけどここの指揮官も言ったんですよあのここの指揮官10番の池上ジョージっていうあんま人気なくてキャプテン10番なんですけどあんま人気ないっていうそこは一緒に高めていければなっていう、はい、この掃除